月曜日は匠のコーナー、毎回ご登場いただく匠に匠っぷりをたっぷりお話しいただくコーナーです。では早速ご登場いただきましょう。今日はこの方です。どうぞ、ようこそ。こんばんは。どうぞおかけください。さて今日の匠はですよ、何でしょうね。いつもちょっと想像するんですが、何の匠か。すごいあの優しそうで品があって、お医者さん。違います。違いますか。では何のお仕事されてるんですか。コーヒー屋です。あ、コーヒー屋さん。はい。え、コーヒー屋さんのマスターですか。じゃあそういうことです。どちらでされてるんですか。八尾市です。八尾市でコーヒー屋さんをされているマスターということで、じゃあ今日の匠はというと、こちらです。コーヒーの匠。はい。じゃあコーヒー入れるプロってことですよね。まあ今の言葉で言えば、はい、自家焙煎やってますので。あ、自家焙煎。焙煎師兼バリスタということですね。かっこいい。焙煎師兼バリスタ、はい、そうなんですね。あのもうお店は長くされているんですか。はい、今のお店が34年目ですね、うん、34年八尾で。はい。そうですか。あの今のお店はっていうと、その前からお店もされていたってこと。同じ八尾市で別の場所で9年ほどやってましたので、うん、はい、もう足掛け43年ですが。ああ、そうですか。前の店はその店の名前のまま売却しましたので、うん、まあ、こちらは店の名前を変えてやっております。あ、そうなんですね、はい、あ、ちょっとね、あのお店の VTR があるということなんで一緒に見てください。はい、はいはい、こちらですね。はい、なんてお店ですか。ワルツコーヒー店です。ワルツコーヒー店、はい、素敵。コーヒーとハーブなんですね。そうです。わあ、いい感じのお店ですね。そっか、ここで八尾で営まれているこのワルツコーヒー店。あ、こんな感じでいつもされてるんです、はい、おー、入れてる。素敵素敵。で、焙煎もお店でされてるんですか。500円玉ぐらいの広さにただお湯をかけるだけで自然と粉が吸って外へ外へ広がってくれますから。で、ドーナツっぽくなって。そうですそうです、ね、いい香りがしてるんでしょうね。わあ、美味しそうに入りましたね。え、器もとっても素敵。無限にブレンドできますね。それは面白いですね。でもワルツさんでしか飲めないコーヒーとかあるんですか。まあそれは間違いなくブレンドの3種類は僕とこの、まあ、こっちは上の僕とこの、そうですね、まあよく出るコーヒーですけど、はい、深入りや浅入り中入りの その、それぞれの、うん、例えばお湯を入れる速度とか、うん、あ、そうですね、うん、そんなも全部吟味されてというか、うん、長年の経験。そうですね、まさにマスターですね。マスターですね。コーヒーのマスターです。そうですね、うん、お店されててやりがい感じられる時ってどんな時ですか。そうですね、もう単純に美味しかったよっていうその一言がやっぱり嬉しいですね。あ、まあ、もちろん通な方のあれも大事なんですけど、別にコーヒーが特に好きじゃなかったりしても、あ、コーヒーって美味しいねんねって、うん、思っていただいたり、それとやっぱり来るときやっぱりね、一服しに来られるわけからね、帰りにやっぱりね、あのなんかホッとした顔して帰っていただいたらそれで十分ですね。ね、いやー、ほんとマスター、今日はここに来てくださってありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます、ね、お店で焙煎もされていて、で、ああやって目の前で一杯ずつ入れてくださるんですね、はい、で、お話もいろいろされながら。そうですね、ね、ああやって常連さんもたくさんいらっしゃるんですか。え、コーヒーを好きなお客様がカウンターに座っていろいろお話してくれますね。そうなんだ、はい、そうですか。じゃあちょっと悩みなんかも聞きながらって感じですか。そうですね、ちょっとした愚痴もあれば、うん、自慢話もありますけど、やはりなんか休憩しに、もう本当にたわいない話、うん、それでいいと思うんですけどね。そうなんですね、はい、そうか。じゃあね、コーヒー全然知らなくてもちょっとマスターと話に、はい、コーヒー、コーヒー以外もありますし、ハーブティーもすごく力入れてますね。そうなんですね、はい、で、ケーキなんかも美味しそうですね、はい、ケーキは家内が作っております、奥様が、はい、そうなんですね。で、ね、あのハーブティーもあるんで、これ、はい、これがハーブティー、はい、わ、オリジナルの、はい、12種類
うちのオリジナルハーブティーがあります、ね、でこちらがお豆ということでね、はい、たくさんあるということなんですが、ちょっとねもう向こうに今日器具とかいろいろ見えてるんですけど、まさか今日はコーヒーぜひぜひ飲んでいただこうと思いまして入れてくださるんですか。ここで実演します。わあ、じゃあ、はい、今日はバリスタぶりをここで見せてください、はい、じゃあよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします、はいはい、いやー嬉しい嬉しい。では早速今日は、八尾市でお店をされているワルツコーヒー店の、宮崎さん、早速コーヒー入れていただけるということで、いやーちょっとこのスタジオの中がこれからねコーヒーのいい香りで包まれるということで本当に楽しみ。あら、いつもの格好になってくださったわけですね、はい、あ、ワールツって書いてある、ワルツね、じゃあ今から、はい、今日入れてくださるのはどういうコーヒーですか。コロンビアという国の、はい、キューグレードというスペシャリティコーヒー の、はい、その80点以上を取ったコーヒーで、世界のだから 1% ぐらいしかこの名前を名乗れないコーヒーなんですけど、これをフレンチローストって言って、うん、まあ焙煎の度合いで言うと、うん、まあかなり深い方ですね。あ、なるほど、深入りに、深入りのコーヒーです。してくださっている、はい、コロンビアで取れたキューグレードというめちゃくちゃ、はい、じゃあ高級なお豆ってことでしょうか。そうです、トップスペシャリティという、はい、スペシャリティの中でもまだ一つランクの上のコーヒーです。楽しみです。では早速お願いいたします。はい、では、こちら今から2杯立てしますので、2杯立てもう 25g 引いてきました。あ、そうなんですね、もう引いて持ってきてくださっているんですね。やっぱりお豆は引き立てがいいんですよね。はい、引き立てが一番美味しいです ね、 ね、はい、あ、どうかな、すごい今香りふんふんしてる私も、はい、さあ、でこちらもう85度のお湯を用意しております。はい、お湯の温度とかも、お湯の温度は深入りはちょっと低温ですね、うん、浅入りは90度以上の高温になります。あ、そうね、スピードも浅入りはスピードを 早めに、深入りはゆっくり、で今から時間も測りながら抽出します。はい、いつもそうやって入れられてるんですね、はい、時間を測りながら、あ、ちょっと見たい見たい、もう横に、私横にもう立ってみたいぐらい、はあ、わー、お豆がこうやって膨らむんですね、ふわっと。これはコーヒーの豆の鮮度を表して、うん、炭酸ガスがコーヒーの豆から焙煎したら、はい、はい、炭酸ガスが発生するんですね。めちゃめちゃいい香りしてきました今。そうですか、はい、炭酸ガスが発生しているんですか。炭酸ガスが発生して膨らむんです、うん、そうなんだ、はい、でも膨らむのがじゃあ何、鮮度が良いということですか。そうです、買ってきてお湯を入れても全然膨れなかったらもうそれは賞味期限過ぎてるってことですね。ね、ちょっといつまでもお家にあると使ってしまいがちなんですが、はい、で、まあ、そういうコーヒーも、うん、そうですね、たっぷりのミルク入れてカフェオレにしたりして飲まれたらいいんじゃないでしょうか。そうかそうか、ミルクを出してね、はいはい、そうですか。で今さっきちょっと蒸らしたという感じですか。時間かけて40秒ぐらい蒸らしましたね、うん、はい、浅入りだったら20秒ぐらい、うん、中入りで30秒ぐらい膨れてから蒸らしがやっぱ必要なんです、ね、蒸らし必要です。しっかり一粒一粒のお湯は吸収されて、うん、次の2回目のお湯入れた時に、うん、そのコーヒーの成分がスッと出ますので。そうなんですね、はい、蒸らさないで入れると、うん、まだコーヒーのその粉にお湯が吸収されてない段階でお湯が素通りしてしまいますので、うん、でやっぱりね、そのほらポットのお湯からドボドボドボって入れてしちゃいがちじゃないですか。できたらこういうドリップポットっていうやっぱり細く注げるコーヒー専用のポットが欲しいですね。なんでその方がいいんですか。真ん中から全体にドバッとかかるんじゃなくって、真ん中から少しずつこう500円ぐらいの大きさのところにお湯を入れるぐらいの状態で、あとは自然にお湯がコーヒーの粉が均等に当たるわけですね。吸ってくれるんで、うん、全体にドバッとかからないようにやっぱ細いお湯はかかる方がいいですね。特に深入りは、うん、特に細いお湯で時間かけてゆっくり抽出しないと、カラメル化した糖度の高いその糖分が出ないので、はい、浅入りの場合は比較的太いお湯でさっと立ててあげた方がいいんですけどね。だからいいんですね、うん、その場合はもう少し太いお湯でさっと入れてもいいと思います。なるほど。いや本当にね、いい香りがしてるんですよ。私コーヒーね、好きなんですよ。ありがとうございます。でも全然知らんから今ものすごい話聞いてて楽しい。
本当いろいろ話を聞きながらお家でも美味しいコーヒーいられるようになったらいいなと思うんですけどね。そうですね、今はもう家庭で、はい、あのコーヒー飲まれる方非常に多くって、うん、うちはあの豆売りもしてまして、今このコロナ禍で、はいあのはい、店に来ていただくお客さんももちろんちょっと減りましたけど。あ、そうですか。はい、やっぱりちょっとね人が集まるところちょっと敬遠される方もいらっしゃいますけど、家で飲む機会が多くって豆はよく売れてます ね、 やっぱりね。あ、そうですか、はい、お家で楽しまれる人もね、はい、増えているんです ね、 増えてますね。さあ、じゃあどんな感じでしょうか。もう少しお待ちください、ね、もう少しお待ちください。じっくり入れるのが大切なんです、この深い、はいはい、うわ楽しみになってきましたよ。残り2分です。さあ今日は、コロンビア産のねお豆ということで最高級のお豆持ってきてくださっています。さあではいよいよでしょうか。さあちょっと残り時間も少なくなってきたんですけど、これは絶対いただきたいんでね、いただきますよはい、さあ入りました。今カップに注いでくださって、うわー綺麗に入っています。ありがとうございます。カップも本当に素敵ですよ。ではこちらですね、ありがとうございます。どうぞ。入れたてのコーヒー、うわ香ばしい香りがしてますね。いただきます。すごい程よいコクでね、あの苦くないの、甘いコクですね。おいしい。これやっぱりバリスタが入れるからこんなに美味しいかな。いや、やっぱりね、あのどなたが入れても美味しく立てらあの立てていただいたらありがとうございます、はい、では最後にね、はい、匠の一言をいつもいただいているので、はい、匠の一言お願いします、はい、私にとってコーヒーは人と人を心と心をつなぐ飲み物ですね。素敵。そうですよね、やっぱりコーヒーがあってお店に来たお客さんとたくさんのつながりがあるっていうことですよね。そうか、じゃあこれからもどんなお店にしたいとかありますか。そうですね、もうあと20秒ぐらいやもん。あと10年20年、はい、あの元気でコーヒーを入れられるように頑張っていきたいと思いますいや、はい、本当にとっても素敵な笑顔でお店でまたぜひ美味しいコーヒー入れていただきたいと思います、はい、ありがとうございま す、 います。今日は八尾市で営まれているワルツコーヒー店の宮崎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。